はい、今日も商業をやっていきたいと思います。さあ、ちょっとね、最近悔お前しいが後手だ。時間切れが多かったんで、対局開始。そうですね、まあ、考えるとこはしっかり考えるんですけど、まあ、決断よくね、させていきたいなと思います。いいですね。さあ、三三間間飛飛車でいきま車。しょうか。まあ、これはね、棒銀が来そうな雰囲気ですね。棒銀なので、まあ、ちょっと端つくか。まあ、端ついとってもいいけど。まあ、一回端ついときます。まあ、いいか。玉一個上がっといて。はい。ということで、棒銀ですね。端。端に出てくるよと。角のね、頭をしっかり受けて。ついていくんですかね。ついてくるのかなと。一回金で、そう、受けといて。さあ、しっかりと美濃囲いにしていきたいなと思います。美濃囲い。相手はなんかこの、カニ囲いですね。矢倉なのか。どういう感じなんですかね。まあ、ちょっと一回端をつきますか。さあ、どうしましょうかね。まあ、布陣的には割と悪くはなさそうですかね。結構深く囲ってきそうな感じですかね。高みの囲い。さあ、まあ、こちらから仕掛けることはなさそうかな。まあ、銀冠まで組んじゃいますか。どうなんだろう。ついてくんのかな、この瞬間。まあ、攻めるとしたらこの瞬間なんですけど。ああ、角が。印鑑無理。そうですね。角が引いて、どうなんだろう。そうですね。ここついてくんだ。これはでももらえるな。この一歩大きいですね。これ角ビュンと出る手が気持ちいいですね。飛車に当たってくるんで。桂馬跳ねましたか。さあ。そうそうそう。どうしますかね。ここでも大事だな。大事ですね。さあ。まあでも、歩を渡したくないから。まあ渡したくないんですけど、まあいいか。どう、角で来るのかな？角で取ってくる。これはどうなんだろう。一回出るか。これ香取りになってるんで、さすがに受けてくるのかな。これはでもラッキーかな。これはちょっと良くなったような気がしますね。さあ。まあ、歩もついていってもいいかな。歩もついていっていいか。7分。まあ、シンプルに、香車。いやー、シンプルですね。シンプルですね。まあ、でも相手歩がないので、これ桂馬跳ねてくるのかな？桂馬跳ね刺して、ああ、そう。
これはでも、そうですね。歩が入ったので、どうかな。いや。冷静にさせていきたいですけどね。一回、どうだろうな。よく考えたいんだけど。歩がね、歩がないところを突きたいんだけど、どうしますかね。どういう手が効くんだろう。角馬、紐つけて、いやー分かんなかった。ちょっとどうだろう。金が逃げるでしょ。あ、突きってくんだ。はあ。あ、でもふんどしの刑があるね。嫌だね。5分。ふんどしの刑嫌だな。確かにふんどしの刑は嫌なんだけど。そっか。桂馬取られるとあんま良くなかったか。まあね、ふんどしの刑で、銀上がっといて、そうですね。これでまあ、いいか。これはそうですね。まあちょっと、どういう手が効くかわかんないけど。難しいな。どうしますか？どうしますか、これ。歩が効かないのは痛いな。でもなんか仕掛けたいけどね。どういう仕掛けが効くんだろう。難しい。難しいな。飛車角歩を伸ばしたいけどな。いやどうする？これでも良くないかな。良くないのかな。いやちょっと微妙かな。金が引いてくれればね、取ってくればどんどん歩が伸びてくんで、角、角か。どうする？どうするこれ。3分。これはそうですね、もうちょっと時間ないし行っちゃおう。決断よく行って、まあこれで、ああそう。いやこれでも、え？これ大丈夫なの？大丈夫なの？大丈夫なの？2分30秒。おお、なるほどね。逃げて。同角？
でも積んでるよね、多分ね。うん、これ積んでるよね。はい。You win。はい。対局ありがとうございました。まあ相手の方棒銀の構えを見せといて、まあ受けたら引き角で、そっからの、まあうまく攻めきれたかなっていう感じでしたかね。うん、なんか異玉のポジションでね詰ませたのがなんかちょっと気持ちいい感じでしたけど、はい、対局ありがとうございました。どんどん勝率上げていきたいと思います。